イベントを始めさせていただきます。改めてご紹介いたします。ミス三叉踊り、ミス太鼓、ミス横笛による盛岡三叉踊りの披露です。エアサ踊りをご覧いただきます。
盛岡さんさ踊りは毎年8月1日から4日まで開催され、盛岡さんさ踊りが栄えるようにと思いを表した踊りになります。そして最後にご披露させていただきます演目は、盛岡市大宮地区に古くから伝わる伝統さんさ踊りの基本踊りの一つ、十二拍子でございます。それでは引き続きお楽しみください。
披露でございました。